こんにちは、シェアプクリエイターの妻木です。動物さんとの幸せ共有体験、シェアズハピネスウィズアニマルズを略してシェアピの楽しさをお伝えするシェアピテレビ、今回はですね、今本当にえらいことになっているウクライナの動物園に寄付する方法をご紹介したいと思います。はい、ということでね、まさかこの2020年にね、戦争を始める人がいるとは夢にも思いませんでしたね、噛んじゃったけどね、もう頭に行きすぎてね、もう本当にもう現実ですからね。で、よくね、この動物さんのこういう仕事をしていると、まあ相談、受ける相談としてね、自分が無力すぎて、もう嫌になったみたいな話をね、時々ご相談受けますけれども、わかりますよ、もう、ね、もう、爆弾降ってくるところにいる犬さん、猫さん、いろんな動物さんのことを考えたら、もう、頭おかしくなりそうですよ。でも、せっかくね、そういうふうに動物さんのことを思える人がね、もう、うわーってなって、もうダメだ、何もできないってなっちゃうの、一番もったいないんですよ。とにかく自分にできることを一個でもやる。もうそれで、やったんだ、自分は一個でもやったんだって思うのすごい大事なんで、ウクライナの動物園に寄付できるようになりましたので、私は早速1万円寄付しましたし、うちの親も、したいってことで代わりに1万円寄付して、我が家から2万円寄付しましたけれども、少ないかもしれないけど、その1万円やろうって思う人がね、世界中にいればもうとんでもない額になりますから、全然1000円でも何でもいいと思います。もうとりあえずできることやろうということでご紹介したいと思いますけれども、まずはどういう仕組みなのかっていう、ヨーロッパ動物園水族館協会っていうイアザっていうところがやってくれてるんですけれども、まずイアザのホームページ行ってください、載せときますんで。で、イアザのホームページのもう一番上にウクライナの寄付はここからみたいなのありますから、もうそれも載せときますけど、そこをクリックすると、そうするともうちっちゃい画面で、もう寄付の金額とか入力するのが出てくるんですよ。写真でここに載せましょう。で、まずは、日本円を選びます。JPY を選びますね。で、好きな金額を入れます。それだったら1万って入れます。で、ちょっとね、これやってから日にすったったからコロッと忘れちゃったけど、とりあえず記入欄があって、ウクライナ、自分の名前、所属を入れてほしいらしいんですよ。なので私は英語で For Animals in Ukrainian Zoo って書いたのかな、まあ、とりあえずいいんですよ、ウクライナって書けばもういやだ、ヨーロッパ動物園水族館協会ですから、ウクライナの動物園に 100% 寄付が行きますから、ウクライナって書いて自分の名前書いて、所属がない方は、うちの親なんかもね、所属ないんでどうしようかなと思ったんですけど、本当普通のね、遠い日本の普通の人がしたんだっていうのは嬉しいかなと思ったから、普通の人日本って書いておきました、英語で。まあ別に日本って書かなくても、まあ日本円だからわかるかもしれないけど、ジャパンで書いてもいいかなと思います。で、クレジットカードかペイパルなんですよ。で、まあ、大概の人、クレジットカード持ってると思うんでね、クレジットカードの番号と、賞味期限、なんていうの、使用期限、通過の期限、書いて、裏の、なんか、番号をね、書くと、で、うまくいけば、サンキューっていう画面になるし、私一回なんかエラーが出て、多分ね、名前とか書くのコロッと忘れたからと思うんですけど、そういう時はちゃんとエラーが出ますけど、大概もうちゃんとサンキューって出ます。それでできますので、ぜひね、本当にもし今まだ攻撃の真っ最中ですけど、攻撃終わったからってすぐに日常生活が戻るわけじゃなくって、そうなってくると動物園は本当に長いこと苦しい長期戦が始まっているところですので、私もまたなんかね、収入があれば全然ないのにね、寄付ばっかりして本当に偉いことになって、今年の確定申告も偉いことになりましたけど、なんかね、またなんか収入があれば引き続きしたいと思いますけれども、とりあえず本当1000円でも、もう500円でも、だって500円をさ、1億人がしたら500億円だよ。ね、安いからダメとかじゃないんですよ。ちょっとでも自分はウクライナで今困ってる動物園の、沿岸動物さんのためにちょっとでも出したっていうところはすごく大きく捉えてですよ。だってその手間かけたわけですし、それでぜひね、シェアピールっていうこともしてほしいと思うんです。自分は何にもできないって、テレビ見るともう本当嫌な気分になっちゃうんですか。もうってもうへこんじゃうけど、いや、自分はできることとりあえず一個したぞっていう、というのはすごくしっかりね、こう気を確かに持つって大事ですから、評価してね、シェアピールってほしいと思います。ということでね、ぜひぜひ、頑張って、寄付してみてください。でね、どうしてもカードもペーパルもないって方は別に、もう、それはね、致し方ないですから、いろんな人間用の多分寄付がいろんな形であると思いますから、そっちにもちろんしても、人間の生活がちゃんとしてこそ、動物さんの方にもまた行きますからね、それを、必ずその人間の向こう側には動物さんがいますから、
その人間用のなんか募金でできるのがあればそれでも全然本当にあのシェアピルチャンスだと思いますのでね、あのとにかく今非常に困ってるところにとりあえずもう突っ込む突っ込むって額じゃないけど、ね、私は突っ込める人は突っ込んでください、ぜひぜひね。で多分その金額プラスね、そういう遠い日本のイメージめっちゃ遠いんですよ。あのヨーロッパとかの人に聞くとね、すんげー遠くの国とか言われるんです。あのすごい遠くの国の人も思ってるし、もう本当に何かしたいと思ってるし、行動に移したよっていうのだけでも本当に違うと思うので、だから本当に金額じゃないですので、何か行動して、その向こう側にいる動物さんのために行動して、シェアピチャンスということでご紹介いたしました。気合入ったはい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。